どうも、アマーチンです。まだまだ十字軍やってます。ハッキフ、エホー。ご主人様です。ご機嫌ですね、マスター。当然なのです。祝10年ついに初陣の時なのです。そこまで待ってはいませんか。確かにこれまでは物資調達、広報任務と言える内容でしたからね。今回の目標は敵の撃退。勝利条件は8日以内に敵の君主を倒すことです。行ってみよう。それではマップを確認しましょう。敵陣は城郭というには小規模ですが、周囲は壁に囲まれています。壁を破らないことには敵陣に侵入することはできません。期間も8日と短いので迅速な行動が必要です。それではまず謝たれよ。いきなりなんですか、マスター。今回はご主人様一人で指揮を取るのです。は、いやね、ここまで言われた通りにやるばかりだったじゃない。そうですね。ご主人様、そろそろ一人立ちしてもいいと思うのよ。ははん、なんか鼻で笑われた気がするけど、とにかく今回はご主人様に任せてほしいのよ。マスターがそういうのであれば構いませんが、本当に大丈夫でしょうか。任せて使うさよ、やっさん。敵の弾とっちゃりまっけー。ってことで、シングーン、開始。限りなく不安ですが、ここは任せてみるのも良いでしょう。成否に関わらず、その結果はマスターの成長につながるはず。なんとよくできたサポートロボットなのでしょう。自分。なんか隣で独り言つぶやいてる。怖い。いかんいかん、集中集中。敵陣はもう目の前。カタパルト準備、OK。弾ごめよーし。角度よーし。発射。負けた。やっぱり。いやいや、おかしいでしょ。なんで、なんで。落ち着いてくださいマスター。ダメよ、ダメのせいなのよ、きっとそうよ。こんな言葉をご存知でしょうか、マスター。何よ。負けに不思議の負けなし。それでは先ほどの戦いを振り返ってみましょう。カタパルトで城門の破壊に成功。ここまでは順調です。そうでしょ、ほとんど存在もないのよ。そして敵陣に突入。ご主人様、ここでほとんど勝ち確だと信じてたのよ。だってそうでしょう、敵の数だってそんなに多くないし。ご主人様、この時も打ち上げで何を食べるかで頭がいっぱいだったのよ。ふむ、まずはここですね。拡大してみてみましょう。ここです。この白服をよく見てください。どれどれ。なんなのこれ。この白服は旋風デルビッシュ、竜巻旋風脚の使い手です。その範囲攻撃は超歩兵なら10名程度は軽く倒します。ここでは見えませんが、他の白服に頭数を減らされたのが敗因その1です。そして敗因その2、せっかく密集していた兵力が分散しています。なぜ、ご主人様、敵の君主を倒すよう命令してたのに。このゲームの味方 AI はかなり残念な出来なのです。一度命令しても、その後攻撃を受けるとそちらに気を取られてしまいます。なので、目標まで距離がある場合には、こまめに命令を出し続ける必要があるのです。味方部隊は基本、全員がアホの子であると思って丁寧に指示を出してください。そう、私がマスターに対するように。おいこら。そして敗因その3、敵の君主に迫った時の様子です。これのどこが悪いの。敵の大将、一方的にボコられてるじゃない。多勢に無勢じゃない。なんでこれで勝てないのよさ。よく見てください。この人数で囲んでもなかなか敵の君主を倒すことができません。一方我が軍の兵士は周りの敵兵から攻撃され、徐々に数を減らしていきます。君主は攻撃力、耐久力ともにこのゲーム最強の存在です。君主を倒しきるだけの戦力を砦に送り込めなかったことが敗因その3となります。だったらどうすればいいの。今回の敗因を裏返せば、それすなわち攻略法です。一つずつ整理しましょう。攻略法その1、進軍ルートは正しく選びましょう。防御の薄い超歩兵や槍歩兵は旋風デルビッシュに非常に弱いです。したがってデルビッシュと接敵するルートを避けて、戦力の消耗を抑えなければなりません。攻略法その2、部隊への指示は細かく出す。敵陣に侵入しても、周囲の城壁には旧兵が残っています。また敵陣各所にはシミター兵が細々と配置されています。味方がこれらの敵に目移りしないよう、目標への攻撃を出し続けてください。攻略法その3、十分な戦力で君主に対峙する。攻略法その1、その2を活用して一人でも多くの戦力を砦に送り込んでください。それではリベンジマッチと参りましょう。マップを見る限り、敵陣に向かって左側には旋風デルビッシュが配置されていないようです。今回はこちらから攻め込むと良いでしょう。ふむふむ。まずは全軍を攻撃開始1まで移動させましょう。全軍移動開始。移動するときにはマップ端を通り、敵の旧兵の攻撃範囲に入らないように注意してください。なんだなんだ、移動だってよ。お前押すなよ。お前こそ押すなよ。
なんだやんのか。お前どこ中だよ。先生、A 組の佐藤が体調悪そうなので保健室に連れて行っていいですか。はーい。おしゃべりやめー。それでは攻撃開始です。カタパルトの攻撃範囲は城壁の9兵の攻撃範囲と重なります。上5兵をうまくおとりに使い、カタパルトに攻撃が集中しないようにしてください。城壁を破壊した後にも上5兵にはやることがありますので、ここで半分は残すようにしておいてください。肉壁前、卵目用紙、角度用紙、発射ー、よしよし、ここまでは順調だ。間もなく城壁を崩せます。突入の準備をしてください。壁が崩れました。突入開始です。全軍、突撃。最初に長歩兵が突入して9兵の攻撃を引きつけます。ゴー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 。次に槍歩兵。最後に憲兵です。長歩兵がシミター兵を足止めし、ほぼ全ての槍歩兵が君主に到達しました。憲兵が砦に到達するまでに多少は君主を削ることができるでしょう。全部やられちゃってるじゃない？大丈夫なの？大丈夫です。見てください。全ての憲兵が万全の状態で砦にたどり着きました。君主に攻撃するように指示を出し続けてください。わかった。こらこら、どこに行く？ご主人様の言うことを聞きなさい。そうです、そこなのです。ご主人様の力を見せてやるのです。さすがの君主でもこれ以上は耐えられないでしょう。勝った、勝ったどー。おめでとうございます。ミッションクリアです。いかがでしたか？最初の戦いは。ご主人様の手にかかれば楽勝なのです。このミッションでの経験を今後の糧としましょう。特に君主ユニットの強さ、よく覚えておいてください。うむうむ、君主は強い。しかと覚えたぞよ。ご視聴ありがとうございました。